パリサンジェルマン。メッシを加えて、まあ、CL を取りに行ったんだけども。まあ、ちょっと、なんだろうな。まあ、不甲斐ないというか、まあ、散々な結果になってしまったわけですけど。で、今回、ニースかどっかから監督加えて、まあ、新しく再スタート切るわけですけど。どうですかね？今シーズン、チャンピオンズリーグ取れそうですかね？無理でしょ。無理ですか？ジーダンか監督になってたら取ってたかも。あ、なるほど。だ、多分パリに関してはみんなジーダンが監督にならないかなっていうので怖かったと思う。だいね。ただジーダンが監督にならなかったからみんなああよかったって思ってると思う。なるほどですね。次男もほら、やっぱり、マルセイユじゃないですか、出身が。なかなかね、難しいですよね。なるってなると。あのメンバーでチャンピオンズリーグ敗退すんのかいって感じで、勝利。確かに。まあちょっとセルヒオ・ラモスの状態も悪かったとか、いやそういうのもありますけどね。ー、まあ言ってもでしょう。で、ちょっと、ワイナルドとかが、ピッとせず、っていうのもあるし。いやー、でもフィットしねえ、どこっつったって、あのメンバー揃えて負けてたらもう、笑われるしかないよね。なるほどですね。多分バルサでメッシがデビューしてから、クラブであんなに点が取れないメッシ初めてじゃないですか。だってリーグ戦一桁とかじゃない？得点多分。そう確でか。すよね。でしょ？どうですか、バルサファンとしてはメッシの状態見るのは辛いですか？複雑です。あ、複雑ですか。あとなんか、バルサに戻るみたいな話も出てるんですけど。いやー、戻ってきてもな戻ってきても。ー、って思っちゃもう飯いらないと。う。なんか、もうあれはあのままでいいんじゃないかって。おお、なるほどですね。デムアペが残ったじゃないですか。で、あれ、かなりお金を積んだそうですけど、どうなったやつか。それはもう、カタール政府からお金が払われてるかなるほど、カタール政府からですか。ら。なんかでも、あれはもう政治だからな。ほだっうほう。て、フランスの大統領が残れって電話してきたんでしょ、ムバッペに。ありなるえないほでど。しょ、普通に。マカロンでしたっけ？マクロンでしたっけ？マカロンだっけ？ マクロンだっけ？マクロンか。マクロンが。ありえないでしょ。普通に大統領が電話してくるっていろいろすごいですよね。と。いや、なんかもうすごいっていうか、それはもういいのか、みたいな。日本で言うと、安倍さんが電話するみたいな感じですね。選手に。まあ、パリはちょっと今年カタールのワールドカップもあって、やっぱどうしても取りたいってなるでしょうね。チャンピオンズリーグ。で、ムバペも、次のシーズンいるかわかんないですもんね。いや、多分2年はいるんじゃあ、2年はいるのか。ない？ウェファ早くパリを取り締まんないかな。どういう原理で FFP 免れてんだよって感じだもん。確かにそうですね。だってもう明らかに政府からの資金注入じゃん、あれ。国家から。パリ・サンジェルマンのファンって、ここ数年でかなり日本も増えてきたなっていう印象なんですけど、どうです増えたか？なとは思普通になんかユニフォーム着てる人とか、見かけるし。まあ、増えそうたいうな意味、って思うけど、俺はパリのユニフォームは着たくない。あ、そうですか。
もうどんなにかっこよくても着ないと。好きじゃない。あ、そうなんですか。好きじゃないですか。結構あれ、ジョーダンが、コラボしてて、かっこいいって声がありますけど。やめてほしい。やめてほしい。やめてほしい。ほぼ。なるほどですね。まあ、ユニフォームといえば、今シーズンのバルサは、昔、フィーゴがいた時代のようなデザインになりましたね。Spotify になったからね。ちょっとまあ、クラシック。楽天よりはかっこいいね。なるほど。楽天よりはかっこいいですね。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。Twitter、Facebook、インスタもやってますので、フォローよろしくお願いします。LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。